熱くなれ。が、大体試合の日になっておるんですが、月曜日から金曜日は、午前中選手たちが練習がありますので、練習場に行って、取材の対応したりとか、逆に自分でも写真を撮ったりして、あのクラブの公式の、発行物であったりとか SNS、そういうところを更新できるように、素材を集めたりとか、そんなようなことをして、午後は社に戻って、細かな作業をしたりとか事務作業をしたりとか、そんな仕事をしています。やっぱりこう人と関わることが多い仕事なので、いろんな人の心情を考えながらコミュニケーションは取ったりしてますし、なんかこう一方的にならないようにというか、お互いの気持ちを汲んだ上で仕事ができるように心がけているので、そこはこういろんな自分の中でアンテナを張って、この人は今どういう心情なんだろうなとか、そういうのは常に考えながら仕事に当たるようにはしています。先シーズン、最初シーズン始まってから、調子が良くてちょっと勝てない時期もあったりして、辛い時もありましたけど、でもやっぱり最後こうチームが一つになってるっていうのはやっぱ感じましたし、僕もちょっとこう一歩引いた立場で見てますけど、でもやっぱ選手たちがこう一生懸命やってくれた、チームが一生懸命やってくれたっていうところが最後連勝につながって、で、プレーオフまで勝ち上がれた。そこでさらに J1 に行きたかったんですけど、やっぱりそこはちょっと残念な結果ではありましたけど、でも本当に実りあるシーズンだったかなというふうに思ってます。去年だったらやっぱりアウェーの京都戦ですかね。はい、あの試合、金園君のゴールで、終盤ゴールを決めて、でその直後、ちょっとハンドっていう判定、厳しい判定だったと思うんですけど、PK になって絶対絶命のピンチだったんですけど、川田君が止めてくれて、で、みんなでね、こう涙を流しながらこう勝ったっていうような試合はすごい鮮明に覚えていて、去年を象徴するような試合だったかなと思います。今ちょっといろいろ考えてはいますけど、新しい、なんて言ったらいいかな、新しい視点の動画を撮影してみたりとか、なんかそういうのをちょっとやっぱ考えて、今年あったものも当然継続していくとは思うんですけど、それをなんかこうアップデートして、なんかもっと喜んでもらえるような写真とか動画とか、そういうのを撮影して皆さんにお届けできたらいいなとは思ってます。はい、僕は昔から質実剛健って言葉が好きで、こう何事にもやっぱりこうまっすぐに取り組んで、信念を持ってやれたらいいかなっていうふうに思っているので、好きな言葉です。はい、ドキュメンタリーなんですけど、今更かって思っちゃうかもしれないんですけど、マンチェスターシティ のグアルディオラ監督っていう監督さんがいるんですけど、でその監督を題材にして、こうチームのこうなんていうんですかね、ちょっと僕広報的目線で見ちゃうんですけど、ロッカールームの様子とか、シーズンをこう戦っていくようなチームを追っかけるドキュメンタリーの番組があって、それを見て、あ、やっぱすごい人だなみたいな思ったりはして見てました。はい、はい、パルシステム山梨の皆さん、いつもスポンサードもしていただき大変お世話になっております。ありがとうございます。来シーズンも、クラブスタッフ選手、アカデミー一体となって、チームを盛り上げていきたいと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いします。